こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。諸外国から仲間外れにされ孤立している韓国ですが、日米外交電話会談時に日米韓協力について日本が意図的に韓国を仲間外れにしたと主張しています。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。日本政府がトニー・ブリンカン米国務長官と茂木敏充外相の電話会談で取り上げられた韓米日三者協力関連発表内容が外れていることが確認された。最近の韓日両国間の関係が冷え込んでいる中、ソウル中央地裁の慰安婦被害者賠償判決で日本側の不満が高まった状況と無縁ではないという観測が出ている。ブリンカン外相はこの日約30分間にわたって茂木外相と電話で懸案について話し合った後、カン・ギョンファ外相当時とも電話会談を行った。日本外務省はブリンカン長官と茂木外相の通話後、日本語の報道資料を通じて議論された内容を詳しく伝えた。しかし米国側資料に含まれた韓米日協力部分を公開しなかった。米国務省は関連資料でブリンカン長官が茂木外相との通話で継続的に米国、日本、韓国間の協力の重要性を強調したと明らかにした。ブリンカン長官は韓長官との電話会談でも韓米日三国間の協力を取り上げた。しかし日本外務省の報道資料に韓国を一度取り上げたところ、その内容は2人の長官が中国や北朝鮮、韓国などの地域情勢と自由で開かれたインド太平洋の重要性について意見を交換したというものだ。外務省は地域及び国際社会が直面した諸課題に対し、日米、オーストラリア、インドなど同志国間で緊密に協力していくことで意見が一致したと書いた。発表内容だけでは韓国は日米と共にする協力パートナーではなく、日米両国が情勢などをめぐって意見を交わす対象のオブジェクトに転落したと考えられる部分だ。日本外務省がブリンカン長官の韓日米協力関連発言を公開しなかったため、共同通信など日本メディアは米国務省の発表を引用して該当発言を伝えた。韓国冷遇とも映りかねない今回のことは最近の韓日関係を反映したものと分析される。一方、日本外務省は今回のことについて意図的なことではなかったと釈明した。それではネットの反応です。すでに信頼が置けない島国の発表。日本は本当に遠ざけなければならない国です。日本の国民意識は新石器時代にとどまっている人間たちだ。我々も日本との協力はきっぱりと断らなければならない。国際外交で相手国家を無視するのは外交決例だ。つまり日本は礼儀のない国だ。韓国の慰安婦賠償のやり方を見れば、嫌がらせを受けてもおかしくないし、韓国だからといって無安にかばうのはおかしい。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。